はい、どうもビルトです。というわけで今回なんですけど、僕が使ってるキットとパークのね紹介をしていきたいと思います。はい、ということで今回は僕が使ってるねパークとキットをね紹介していくということで、なんかコメント欄を最近見てるとスカイウォーズ始めたばっかりで何していいのかわかんないっていうコメントがねよくあるので、今回はそんな方にね僕が使ってるキットとかパークをね紹介していきたいと思います。そうで、まあね早速パークの方からね紹介していくんですけど、よくねなんか使ってるパーク教えてくださいっていうコメントが来てて、まあパークなんですけど、パークはね基本自分は全部開けてます。これ見てもらったら分かると思うんですけど、ほとんどねもう開いてるんですよ、こうやって。はい、で、ノーマルの方もねこうやって多分ほとんど開いてんじゃないかな。よいしょ、あ、ほら全部開いてますね。僕はねパークはねすべて、開けてて、レベルもねマックスにしています。はい、なのでね普通にスカイウォーズ入るとこのパークがね全部使ってるという状態になります。はい、で次キットをね紹介していきたいと思います。でキットなんですけど、キットはね、まあ、インセインの場合は、本当ね、動画見てもらってる方ならわかると思うんですけど、このスカウトキットっていうのをね、本当に、マジでね、ずっと使ってます、このスカウトキット。スカウトキットだけで多分3364回買ってますね、自分。やばいな、これ。あ、こんなん見れるんだ、初めて知った。で、スカウトキット使って、2万キルしてますね。アシストで1500か。あとねもう一つねこのアーマースミスっていうやつがおすすめで、これはねなんかエンチャントブックとアンビルと経験値がついてて、それで剣を合成してシャープ2の状態でね戦えるといったねキットになってます。これは結構昔使ってたやつなんであんまりね取ってないっすね、ウィン数は。で次にねノーマルで使ってるキットなんですけど、自分がノーマルで使ってるのはアーマーとかエコロジストとか、まあ、そこら辺かな。あとピックライダーとか、なんかね防具がね結構強いキットを使ってますね。はい、そうそうそう。で、こっからね話したいのがおすすめのパーク、これからスカイウォーズ始める方にね、絶対に開けといた方がいいパークというものをね紹介します。でそもそもねパークって何って方いると思うんですけど、なんかパークっていうのはなんかスキルみたいなもので、まあ、例えば一番ね代表的なやつで言うとねこのブルドーザーってやつなんですけど、これはね敵をキルすると5秒間ストレンスがつくって言ったね、ものになっております。はい、そう、それで開けておいた方がいいパークで、このブルドーザーってやつはねマジでおすすめなんでね開けといてください。始めたばっかの方はねこれでポチポチ買うんじゃなくて、この左のソウルっていうのを貯めてガチャでね出すのがね一番安く済むんじゃないかなって思います。僕もね一番最初に始めた頃はこのねソウルを使って、ガチャ回してなんかパークとかねキットとか当ててました。もうマジでソウルの方がコスパがいいんで、よかったらこのソウルガチャね使ってみてください。まあどうしても欲しいっていうのがねあったらねもうそのままコインで買っちゃってもいいと思います。はい、まあそんな感じかな。 あとこれかな、敵をキルしたらね再生が10秒間つくっていうこのパーク、これね意外と便利です。敵とね戦った後にね回復がつくんで結構ね有利になるので、よかったらね使ってみてください。あとはこれかな、ブレイジングアローズ。これは弓打った時にたまにね火が出ると思うんですけど、これはその火をね、5% の確率で出してくれるって言ったパークです。これ開けてないとねそもそも火出ないんで、よかったらねこれ開けてみてください。まあそんな感じかな。はい、というわけでずっと話してるだけじゃね面白くないと思うんで、スカイウォーズねまあちょっとやって終わりたいと思います。はい、ということでやっていきましょう。で僕はね相変わらずスカウトキット使っていきます。まあスカウトキットはねスピードポーションが3つついてるんで、マジでねこれは強いってことでやっていきましょう。よいしょ。あとそうだな、ね、やっぱなんか自分が最近動画を上げててコメント欄見てて思うことなんですけど、多分ねなんかスカイウォーズ始める人がねなんか増えてるようなね気がしてて、あとなんかマイクで始めましたとか言って、ハイペクセルの入り方も教えてほしいですっていうコメントとかよく見かけてて、まあそのうちね、時間があったら作ろうかなって思うのでね、よかったら、待ってくれると嬉しいです。よいしょ。まあ自分あんまりネタ持ってないんでコメント欄でね、あ、これやりたいなって思ったねコメントはねマジでどんどん動画撮っていくんで、
なんかやってほしいことあったらね、とりあえずねコメントしてくれるとね嬉しいです。ということで、なんか意外といい感じに装備も集まっててね、勝てそうな雰囲気ではある。でもちなみに言うとね、これね初 M なんですよね。最近自分YouTube でよくねテスト期間言ってると思うんですけど、とりあえずね、今週のテストは終わって、あと来週にねちょこっとテストがあるみたいな感じなんで、まあ今ね、今金曜日にこの動画撮影してるんで、結構ね今はね開放感溢れてる。ちょっと待って、初 M だからマジでひどい俺。はい、ということで、仕切り直してねもう一回やっていきましょう。本当にね今ね自分でプレイしてても思うんですけど、本当に M ひどい。うん、やっぱねアフター期末テスト M なんで、うん、やっぱ期末テスト受けた後の A ね M は、うん、本当に悪いです。はい、ちょっとねさすがにね1試合ぐらい勝たないとね、本当にね恥ずかしいんでね、この試合絶対勝ちます。ということでやっていきましょう。ほい、よいしょ。ということで真ん中にねもう行きます。ちょっとね、あーな、待って、この人全部取りやがった。ということで、この人やりたいんだけど、そうやって邪魔してくんのは本当に良くない。はい、ということでね、さすがにこの試合勝ちたいと思います。ちょっとね負けすぎてる。ちょっと初 M なんだけど、初 M でもねこれは負けすぎなんで、さすがにねこの試合でバチコリ勝っていきたいと思います。ということで真ん中行きましょう。よいしょ。で、もうパッパとねテストを取って、いい感じにね行きたい。ほいほいほい、マジそんな邪魔する？オッケー。ちょっと待って、マジでプレイがやばい。あ、待って、いける。オッケー。これもいけんじゃない？オッケー。完璧なんだけど。で、これでダイヤフルに着替えて、ちょっとここの水は止めます。オッケー。で、ここの人いけんじゃないの？おー、待って。ってことは、あの人ストレンスつくはずなんだよね。いけるか？おー、危ない、危ない。待って。オッケー、いや、いける。オッケー、オッケー、オッケー。これで結構いい装備になってますね、自分。勝てるんじゃないか、残り1人。You winner だって。どうした、どうした。おー、裸いる。もうこれ遠慮なくやっちゃいます。バイバーイ。はい、ということで GG です。というわけで今回はね、僕の使ってるキットとパークね紹介していきました。まあ、スカイウォーズ始めたばっかりの方はね、とりあえず今さっき紹介したスカウトキットとかアーマースミスとか、あとパークはブルドーザーとかね開けとくとね結構有利に戦えるので、よかったらね開けてみてください。というわけで、この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いします。あと僕のねツイッターのフォローもよかったらお願いします。下の概要欄から僕のツイッターアカウントに飛べるようになってるので、よかったらねフォローしてみてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。